着地なんですが、サブチャンになってると思いますが、お人間ドックの日、キャラクターの名前の募集、2日後が締め切りとなった。1週間ないじゃん。なんで、どこへ？もう今考えよ。ああこれだけは一応今考えるしかない。これは今考えよ。他のやつが宿題ね。はい。オッケー。ちょっと手元でなんか調べたりして。はい。いいですいいですいいです。で一応一人一個ずつぐらい名前考えて応募しようよ。はい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 。人間ドックの日なんで7月12なんだよ。あまずね。確かに。そういうところとか結構大事ですよね。やっぱ人間ドック行く日っていうのは騎士が多いからナイツ。ああその騎士。いやそうですよね。だからない。ナイフとかナイツってことですよね。おお、ナイフで開くから。いや、開かない。直接的すぎる。ナイフくん非破壊、人間ドックって非破壊検査。人間ドックって。それはそう、それはそうだよ。最初に組織的に人間ドックを行ったのが、日本で最初に行ったのが1954年7月12日国立東京第一銀第一病院、現在の国立国際医療研究センターと言われている。うーん、ざっ簡単に言うと日本初の人間ドックの日がないかな。まあ組織的に行ったっていうこととかじゃないんだ。そうだね。で考えるのはキャラクターの名前ですよね。名前だね。なんでこれキャラクター応募した時に名前付きで応募しなかったんでしょうね。そもそもこれが公募で決まってんじゃん。うん、うーん、長崎県の方が考えたそうです。こちら、その人に聞けばよかったのに。612点の応募があった。で、俺多分ロゴマークを募集してるからキャラが来るかどうかも分かんなかったんじゃない。ああ、なるほどね。でキャラが来たから名前も付けましょうって。はいはい、多分そう。ああ、いいじゃん。なるほど。やっぱこれ着ぐるみにできないな。でもできるできる。人間の人の形。あのエジプト、古代エジプトの歩き方すればいいから。これ左胸を常に前に出し続ける。ファラオに対しては左胸を捧げ続ける。そうだね。足がずっとこうずっと前で続ける歩き方すればいいか。え、東忍とかダメですか。なんで東に入れるんだ。東も東ゴン、うん、東忍、東忍、あそういうこと、うん、単純にね、単純に東に入れる忍だからってことね。単純にダメか。東元っていうのと確かに元、元、元、忍と元、忍と元。その2人出てくると門とゴン人間じゃなくなってくるあるからでもこっち人でこっち元、うん、でも真面目に難しくないですか、ね、名前さ、ロゴだけでさ612点の応募があるわけ。そう結構多いね。多いんだよ。でしかもさ、ロゴは絵を描ける人じゃなきゃできないけどさ、うん、これ名前だったらハードル低いですからね、うん、もっと来るんじゃない。これ相当え当選したくてやってるわけでしょ。え当選したくて、いやもちろんだよ、ね、採用されたくてやってるよ。ちゃんと狙いに行くんですよ、ね、そう。だから元とか忍とかマジで冗談だからね。はいはいはい、もちろんもちろん。いや俺犬のキャラクターと思ったんだけどな。ドックだからね。いやドックはだってこっちはドック 船の修理スペース。いやいや、それは分かったんですよ。それ分かった上での犬のキャラかな。誤解を助長するキャラ。より親しみが、確かにでも親しみは確かにある。確かに誤解を助長するから、それは採用されないから。人間ドックって MRI 使うかな。あー、どうなんだ。からえ、使うんじゃない。使う、あ、かなって言ったのか。使うんだったら MR の後に点打ったらミスターで、ミスター I っていうのと。おー、 I、 おー、こいつ小文字の I みたいな形もしてるし、 MRI、 うん、 I にはこの確かにみんなの健康傷が、ね、すごい。俺ミスター I で応募しちゃおうかな。すごいわ。すごいのは多分日本語がいいんだよな。いや、どうかな。でもなんか簡易、あ、でも人間ドックってあるか、本格的なやつだから。人間ドックのまず項目を俺受けたことない。人間ドック、いやそうなんですよね。人間ドックって2日ぐらいかけるやつだよね。あ、人間ドックは MRI はオプション検査なんだ。へえ、なんかまあ MRI って確かに大行だよな。なんであんな巨大磁石の中に入れられるんだって感じするもんな。あれすごいですよね。もう CT スキャンはあんのかな。ちょっと待って、人間ドックって普通何すんの。いやそうなんですよ、今それを今調べてて。胃カメラぐらいは飲むんじゃないですか。2カメラぐらいは飲むのか。日本人間ドック学会のホームページに人間ドックの検査項目っていうのがあるんで、じゃあ参考までに一応言います。お、身体計測、血圧、はい、心電図、はい、目の検査、はい、聴力検査、はい、呼吸機能、はい、胸部 X 線、はい、上部消化管 X 線、あれ飲むやつかな。
どうなんだろう。うん、で飲むやつかも、確かに。内視鏡、超音波、腹部超音波、うん、血液検査、尿検査、便、それから内科診察。うん、なんか、大学の検診とかに似てますね。でも内視鏡とかまでやんなかったよね。普通健康診断。上部消化管。上部消化管 X 線もしくは上部消化管内視鏡って書いてあるから。うんうんうん。中入れてみるか、バリウム飲んで取るか、どっちかだけど、とにかくここ取れ、みたいな。ここが大事ってことですね。いわゆる健康診断よりは、まぁ、ちょっと、ちゃんと調べるという感じか。うんうん、ああ、なるほど。で、オプションでもいくつか見られると。腹部超音波とかもやったことないもんな。腹部超音波何する？腹部超音波何するんだろうね。何を見る？でも、妊婦さんの検診とかでそうなんじゃない？妊娠検査とかって。肝臓、膵臓、腎臓に腫瘍があるか、胆嚢に胆石などがあるか調べます。それって CT とかじゃないんだ。超音波でわかんだね。肝臓とかだってね、沈黙の臓器でしたっけ？うん。音入れても返ってこないんじゃない？沈黙だ。その沈黙。すべての音を吸収する臓器。やっぱ、国体みたいな。そう。健康診断行かないと。俺もうミスター愛で提出する気持ち。まあ、それ愛だと思うよ、うん。いや、今いいと思います。ちょっと。こん中で。なるほどね。で、だから健康診断をしてるから、このキャラがさ、診断してんのかどうなのかさ、ちょっと微妙なところがあるじゃないですか。いやいや、まあまあまあ。いや、それは一応。でもこいつはでもルーペ、探すという意味のルーペ元になってるから、こいつ。足は人間ドックに行こうとする足を。そうそうそう。いや、これ今、道中だね、これから。これから。病院に向かってる最中だね。あ、だから、検査する側の人間としてでも向かってる可能性もある。人間ドックに行こうとするって、そっち？そこだけ来てくれるかな。自分と大切な人のために健康に気を使っているから、検査する側も大切な患者さんのことを大切なことを大切にそう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 。だとしたらドクターって呼んだ方がいいよ。ミスターじゃない。いや、そうなんだよな。ドクター愛。そうなんだよ。かっこよ。ミスターじゃない。ドクターだ。ってドクターストレンジ言ってきますよね。ドクターストレンジってマーベルヒーロー、お医者さんが主人公の。うんうん。見たことあります。でも事故で手術できなくなっちゃうんだけど、なんか。で、なんかもろもろ巻き込まれて、こう、飛行の、修行を積んで、悪と戦うんだけど、この飛行の修行を積むと、マスターって呼ばれちゃう。はいはいはい、はい。で、マスターストレンジとかって話しかけられたら、マスターじゃない、ドクターだなって。言ってたかも、確かに。言うんですよ。でもそろそろ決めないとだね。やば。性別不明だからミスターとかつけたら採用されないかもしれないけど、いやでも決めてないだけで、ああキャラ名とともに決める可能性あるよ、ね、なるほど、今から明らかになる可能性がある。不明だから、ま、不明だからなしとかじゃないからな。むずドックをさ使いやすい響きにしようとすると毒に、そうなんですよちょっとあんま健康とは相性が悪いんでね。ドクトルホグバック、あ、ホグバックだっけ、ドクトルって呼ばれてる、あ、ドクター、ドクタ ーみたいな、ドックン、あ、それ、ね、あ、いいじゃん、ドックン、あり、ドックンありだよ、ドックン、そのまんますぎるけど、いやでも要はそういうことでしょ。そうね、国内のこういう相性みたいなの結構そのまんまな気がする、結局ね、うんうん、結局だってチーバくんだもんあいつチーバくん確かにな。ドックンを超えるものを探して決めた。お、命の輝くんですかいや、まあ、確かに究極的には今脈々さん、命の輝きをね保つために脈取りくんとかかもしれない。脈取りくん。高血圧のケッツンとかにしようね。健康じゃないじゃん。健康じゃないよね。なんとドックン、山口総合健診センターのキャラクターがドックンっていう名前ですね。ああそういうの、ね、大丈夫大丈夫大丈夫。心臓の音もドックンだから。確かに。
お、これいいじゃないですか。いや、なんかこいつ丸っぽいんだよな、ちょっとやっぱ形が丸っぽい、丸カクカクしてる名前じゃない気がするんだよな。だからちょっと、じゃあ、わかるわかる、ビリルビン、横断の原因となるビリルビン。ビリルビン、じゃあ俺イヌリンとかにしようかな。ああ、イヌリン、イヌリン完再吸収されないから、原尿とかのなんか量を測るときに使える。あ、そのイヌリンか、なるほど、イヌイさんのイヌリンかと思った。イヌイさんだからだよ、やっぱ。あ、それもある、それも込めてね。というわけで、なんと皆さんが応募するのを決定しました。名前決定しました。本編でもう一回説明しておきます。さよなら。ということで、こちら応募しまして、でね、ペンネームも考えてきましたから、ちょ、そのペンネームでちなみにペンネーム発表する、ペンネーム発表する、ペンネーム発表する、理由が、あ、 OK、 いいですね。ペンネーム発表しますか。僕からいいですか、じゃあ、はい、僕ペンネーム春日空でいきます。春日空、何や、綺麗な名前つけやがってと思うでしょ、うん、じゃあこれ春日春なんで、はい、春季です。あ、春の季節です。春季講習とかそう、春季、そう、春季講習の春季空、スカイです。あ、スガイ、スカイ、なるほど、なるほどね、春季スカイなんで、そういうことです。乾さんあります。僕乾辰巳にしました。乾にしたの、乾にしましたよ。干支のこことここ、ちょうど犬と乾の間の方角と辰巳の間の方角ね。そうですね、辰巳っていう名字でも下の名前でもあるけど、なんかかっこいいなって。かっこいいっすね。伊福倉さんは。僕は淡路凛。淡路、お、これまたこれいい名前。淡路凛、凛は、あ、待って、分かった待って、分かった、ピーでしょ。それか、今演奏記号がね、ピーだから。うん、淡路わかる。え、地名を、淡路島、そう、出身じゃないんだけど、淡路島に福良っていう地名があるらしい。へ、あるんだ。そう、だから福良が淡路で、ピーが凛ということ。へ、なるほどですね。トムは、私は富田なんです。おお、これ由来わかります？え、トミータはだからトム。そうですね、トムちょっと変えて、うん、トミータ。なんでランかわかります？ラン。いつもインターネットに接続している。ローカルネットワークじゃない。じゃなくて、トミータランじゃないんですよこれ。トミタランなんですよこれ。お金がないの。トミが足らんって。トミをもっとね、資産形成したいっていう。長期積み立てしたいっていう気持ちを前に出しています。発表の日を楽しみにしましょう。え、まだ空中におります。忘れてた。